すごい。うわ、海めっちゃ綺麗よ、本当に。お金持ちになれますように。おはようございます、ポツブです。さあ、今日は宮崎2日目。昨晩はね、とってもクオリティの高い無料キャンプ場でですね、ぐっすり眠ることができました。夜は、パスタを作りながら雑談生配信させてもらいました。遊びに来ていただいた方、ありがとうございました。今ですね、山の中の方にいるんですけど、ここから海岸沿いに向かって走っていきます。日向の方に向かいます。最初の目的地は日向岬馬ヶ瀬です。ちょっと今日曇ってますね。だいぶどんよりした空になってしまっています。宮崎のあの海岸沿いってすごい綺麗なイメージがあるんですけど、やっぱ晴れてないとね、ちょっとなーって感じなんですが、まあ雨降ってないので行ってみましょう。今日の夕方、まあ、お昼過ぎ夕方ぐらいから明日丸一日雨予報なので、本日は宿を2泊すでにね取っております。降ってくるまでは目いっぱい楽しみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。よし、山を下ってきてだいぶ海寄りの方にやってきました。じゃーん、この何でもない道路にね、これなんていう木なんだっけ、ヤシの木じゃないんだよね、正確には。なんかヤシの木っぽいね、南国っぽいこの木が両岸にずらーっと立ち並ぶ。宮崎といえばこの光景じゃないでしょうかね。おー、海きれい。曇ってるけどめっちゃいい感じだ。はい、あ、着きました。日向岬馬ヶ瀬ようこそ到着。じゃあ止めて灯台と展望台の方に行きましょう。はい、じゃあこの遊歩道を奥の方まで歩いていって馬ヶ瀬を眺めるというね。レッツゴー。約10分ぐらい歩くそうです。ジャングルだ、ジャングル。なんかこの帽子の感じが合うような遊歩道ですね。こんな感じで樹林帯の中を歩き進めております。やっぱ海沿いまで出てくるとちょっとだけ体感温度が上がりますね。ありがたや。もうすっかり寒くなっちゃって、でもどこ行っても冬だ。中条岩馬ヶ瀬、お、来ました、来ました。ではでは、どんなもんでしょうか。どーん、お、すごい、え、すごい。ちょっと待て、中条岩ってそういうことね。柱状のなんかこうめっちゃ刻まれたような断崖絶壁。いや、すごいね、これは迫力ありますわ。鳥のさえずりがいい感じだよ。わーい、晴れてきたね。ここからね、すぐ近くのところに来栖の海っていうね、またこれも観光スポットがあるんですけど、あのフォロワーさんに宮崎のおすすめ教えてくださいって質問した時に、結構ここね答えてくださる方が多かったので行ってみようと思います。もうここから1キロぐらい、本当にすぐそこですね。何なんだろう、眺めがいいのかなって思ってたんですけど、さっきちらっと看板見たんだけどね、なんかパワースポットみたいだね。願いが叶う来栖の海って書いてありました。どういうことなんでしょうか。今日はもう曇り予報なので、観光ってか眺望がいいところに行くのはこのもう本当に朝のここだけにしようって思ってたので、今だけ晴れててめっちゃラッキーですね。持ってるね、南国感が出てきたね、だんだん。おー、綺麗。これだこれだ、来栖の海展望台。よいしょ。うわ、海めっちゃ綺麗よ、本当に。うわ、いいね。願いが叶う来栖の海。来る、あ、そういうこと。中条岩が波の浸食によって裂け、
十文字クルスに見えることからこの名がついた。ここで祈りを捧げると願いが叶うと言われている。そういうことですか。十字架のことを言うんだね。なるほどね。あれか、願い事、願い事、お金持ちになれますようにじゃなくて、ずっと好きなことをして楽しいと思えることを続けていけますように。いや、海沿いめっちゃ綺麗だね、本当に。ふぅ、青空だったらもっと綺麗なんだろうな。クルスの海、さよなら。ヒューガ、ありがとう。今日、明日、これから雨予報ということで宮崎市の方に2泊宿を取ってあります。お昼前なんですが、早速もう宿の方に向かって走りたいと思います。ここから宮崎市まで約70キロ、結構ありますね。ここからはね、ずっともう海岸沿いを一直線に南下していきます。なので、あのね、だいぶあったかい。宮崎市へレッツゴー。 You're the rose in a garden and it showsはい、宮崎市に入りました。もうすっかり街中ですね。さあ、というわけで、私が本当にとてもとても楽しみにしていたご飯屋さん、宮崎といえばもう絶対ここ行きたいって思ってたところ、増本宮崎本店へやってきました。イエーイ。いや、私ね、福岡で中洲のね、増本本店めっちゃ好きなのよ。私、辛いの苦手なんですけど、増本のね、小辛はすごい美味しくって、増本発祥の地は宮崎なんです。宮崎が総本店でね、宮崎ね、行った友達がやっぱ宮崎本店一番美味しかったって言ってたので、ほんと楽しみにしてたんですよ。天神とかさ、中洲とかで飲んだ後はさ、辛麺食べちゃってたよね。ラーメンか辛麺でしたね。というわけで、楽しみ、やっと来れたよ。宿になっております。ちょっと怖いね、雰囲気が。まあでも全然室内ってだけでありがたいので、今日と明日も一日雨なので、ここにね、こもって動画制作に勤しみたいと思います。でも明日はね、小倉のチキン南蛮名物食べたいので、そこだけは食べに出かけようかと思っております。じゃあ、おやすみ。はい、おはようございます。今日も順調に引きこもって動画の編集ポチポチやってるんですが、今ね、雨が上がってるので、せっかくなので宮崎で食べたかったグルメ2つ目、小倉のチキン南蛮を食べに行こうかと思います。本当はね、歩いて行こうかと思ってたんですけど、なんか意外と宿からね、バイクで20分ぐらいかかるっていうんで、とーってなって仕方なくバイクに乗っております。もうなんか停滞するって決めたらもうさ、バイク乗りたくないじゃないうわ、だるってなったけど、まあなんとか小倉のチキン南蛮を食べたいという一心でバイクに乗りました。小倉を目指します。わ、めっちゃ狭い路地にあるんだ。すごい、来ました。やっぱ並んでるよな、車遅かったもんな。朝出発したら天気予報変わっちゃっててね、今日も雨だったので、
出発したんだけど、どこにも行けず、まあ近くのマックで時間を潰しててですね、次の目的地に近いところに安くて綺麗な宿を見つけたので、そこに移動するだけで今日はね終わってしまいました。30分ぐらいしか走ってないかなというわけだったんですが、なんとなんと夕方4時40分、宿に着いてから晴れてきました。でね、宿から私が行きたかったスポットまで徒歩で行ける距離だったので、バイクは宿に置いてね、今歩いて向かっております。歩いて向かっているのはあちら、青島です。綺麗だね。神社しかないね、小さな島ですね。で、この手前にね、ちょっと今遠くからなんだけど見えるかな、このね不思議な形の海岸、なんと言うんでしょうか、あそこがね鬼の洗濯岩と呼ばれているスポットでね、まるで昔の洗濯板のような形をしている岩ということで、ちょうどまあ干潮ちょっと過ぎぐらいの時間帯でちょうどいいかなということなので、いい景色見れそうですね。すっかり晴れて、行ってみよう。あ、すごい、これが洗濯岩、棚田みたい。綺麗、すごい、宮崎の独特のなんかあれらしいあれってめっちゃいいやん、めっちゃ良かった。いやもうね、ただいま、当初の予定では朝一青島通過して、もう今日は鹿児島入りしてる予定だったんだけど、夕暮れ時に見れてよかったな。こうやって予定が変わっていくのも旅の醍醐味ですね。はい、というわけで、この3日間はね、ちょっとあまり距離も進んでなく、のんびりとした3日間だったんですが、宮崎たまにはこういう感じもいいでしょうということで、ゆっくり休めたということで、明日からは晴れ続きなので、宮崎の残り日南の方と鹿児島と南下していきます。また明日から元気よくいっぱいたくさん走り回るので、次回の動画もお楽しみに。おやすみなさーい。